私が前に乗ってたフェアリー Z、バージョンニスモですね。ちょっと暗くなってきちゃったけど、まだバッテリーが残っているので GTR の第次の車の紹介。これもでっかいブレーキついております。これは2ポット、あ、4ポットだけど、日産のあけぼののブレーキですね、はい、ニスモの純正ホイール。これはリアは2ポットだったっけな、うん、リアは2ポットね。はい、これもタイヤが、28535ZR19 です。ホイールサイズが 10.5J だったっけな、ね、でフロントがこれサイズ違いなんで、まあ、さっきの GTR も違ったのか。フロントは 24540ZR19、 これが 9.5J かな、確か覚えがあるの、ね、鼻長いですね。じゃあちょっと乗ってみますか。はい、助手席に乗ります。うん、えい、じゃあちょっと乗らせてください。よいしょ。これもね、内装アルカンターラ、この辺はね。あとはそう、ニスモ特、あのここ赤ステッチ、ここも赤ステッチ、いろんなところが赤ステッチで、これはマニュアルです。もう正真正銘のマニュアル。でマフラーは富士壺だっけ。あのバージョンニスモの専用で、あのマフラーが出てて、じゃあやっぱし駅行って回って降りてきましょう。駅、うん、うん、ずれてるハンドル嫌いなんだよ。D 型はいいにしても、ちょっとセンターがずれてない、ずれてはいないから D 型なだけで、そう、あ、ならいいかも。昔ね、買ったやつでさ、こう丸いんだけど中心がずれてるタイプがあって、それとてもね乗りづらかった。すぐ売っちゃった。これ普段グリッピング入れて乗ってるもん。そう、うん、S モード。さっきの GTR もさ、グリッピングするもんさ。まだ、はい、慣れてねえから、どこであのシフトダウンしていいんだかアップしていいんだかまだよく分かってなくて。乗り心地良くなったね、足回り、うん、自分の入れてる時は、入れてたのは、まあ、ダウンサスか、ダウンサスだけだったんで、もっとガタガタしてたけど、テインだっけ、そう、テインのダウンサス、元で、車庫帳も入れてたんだけど、どうしてもね、車庫帳が気持ち悪くて、セッティングが出なくて、それでダウンサスにした方がまだマシだったんで、ダウンサスにして、だけど、これが今、どこだっけ、HKS だっけ。HKS の、ハイパーマックスとかなんか、ハイパーマックスの GT ってやつかな、あ、一番いいやつ、一つ下、一つ下、アッパーがゴムで、あ、乗り心地がいいってやつ、うん、全然乗り心地違うな、柔らかいでしょ、うん、これはいいかも。 HKS はね、ちょっと高いんだけどやっぱり乗りやすいんで、この車格、この大きさであのタイヤ履いてんだからさ、乗り心地がいい方がいいよな、うん、何もさ、そのやんちゃな、あんちゃんの車と Z ってちょっと違うイメージがあるじゃない、うん、
貴婦人なんだからさ、ラグジュアリーだよね。そう、あのグランツーリスモな足回りにしてくれればいいんだけど、ノーマルの足があのグランツーリスモじゃないんだよね。もうね、なんかね、このニスモのノーマル足乗った時もう気持ち悪いしかなくて、なんか接地感がない、あのどこは車がまっすぐ走ってるのかもよく分かんなくて、それが嫌で足回り変えたんですけど、うん、今はいい感じだな、おすすめですね。あの Z 乗る34、特に34の Z 乗る人はあの H ケースハイパーマックスだっけ、うんうん、おすすめです。中で回っていっちゃえば、目この Z 2シーターなんで後ろには椅子ありません、まあ、この潔さがいいよね。さっきの GTR みたいにさ、あんな椅子あったって誰も乗れねえじゃん。あか、子供だってベビーシートだってあれちょっと辛いでな、うん、あれならさ、あのシートサイズはそれなりの大きさがあったのに足元がないから変なんで、あれシートをさ本当にもっと簡易なちっちゃいシートにしちゃえば足元の出てくるのにな、うん、エマージェンシーシートぐらいの大きさでいいのに。で、Z のいいのは2人乗りなんで足元広々、あの私の足が短いのもあるけど足シートかなり今後ろになってますけど、足はねまっすぐ伸ばせますし、一番後ろで、うん、あのね楽楽ですよ。まあ伸ばせるから楽ってこともないんだけれど、ここに下にクッションでも置いて靴脱いで乗ってたらとっても楽だと思うな、うん、これだけはね普通のあのセダンとは比べ物にならないぐらいこの足元の広さはあるし、でこの車の幅がそれなりに広いんで、あの中もこう余裕だし、うん、でシートもしっかりしたシートなんで横揺れにも強いし、うん、こういう車で2人乗りで不便がないなと思う人はあの一度乗ってみたら楽しい車かもしれません。標準車でも楽しい、うん、あのこれバージョンニスモって言って、あのちょっと馬力が上がってたりいろいろしますけど、あの普通 の, あの車バージョンニスモはそれなりにお値段高いですけど、バージョンニスモじゃない車だともうこの方ぐらいだと200万ぐらいでも売ってるのがあるんで、うん、あの旦那さんの趣味で乗る分には楽しい車だと思います。しかも日産で一時唯一のマニュアル車っていうね、他の車がみんなオートマになって、あの6速で乗れる車がこれと何だったっけかな、マーチかなんかの RS かなんかがあったんだっけ、なんかそういう特装車みたいなのはねあったけど、標準車でマニュアルは確か Z しかないなんて時代が一時ありました。まあマニュアル乗りたい方は、楽しいかと思います。はい、34Z バージョンニスモの回でした。はい、おしまい。